先生、今日はお疲れ様。それじゃえな何よえ送ってくいいいいわよ一人で帰れるから危なくないわよ私いくつだと思ってんのはあそんなに送っていきたいの 仕方ないわねじゃあいいわよついてきても今日のパーティーうん楽しかったわ大人数で騒ぐのは性に合わないんだけど慣れてきたっていうか誕生日くらいならこういうのも悪くないって思うようになったわそれに今日は なな、なんでもないだだからなんでもないわよんー先生ってけっこうしつこいわよねはあ私のためにああやって祝ってくれるのは少しだけうれしいかもな 何よその顔あ私、変わったそう自分だとあまり時間ないけど確かに昔はこんなこと思わなかったかもまあね一人でいる方が楽だし好きだからそこは今も変わってないけどね みんなとなら悪くないってだけ <laughs> 先生と話すのも嫌いじゃないわよな何でそんなに慌ててんのよ別に好きって言ってるわけじゃないでしょでも今先生がいなくなったら多分困るわ。 私もだけどみんながだからまだまだ面倒見てよね先生を先生